おはようございます。アルピコ交通や長電バスが発着して行きます。ということで、私はただいま長野県の県庁所在地のある長野駅に来ております。本日はここから長野県の一大リゾートの軽井沢まで移動して行くのですが、長野軽井沢間なら新幹線を利用するという方が多いかと思われます。まあしかし同区間を新幹線利用するともちろん特急券の値段が余分にかかりますよね。まあ値段を比べると在来線だけで移動する方が新幹線よりも1600円ほど安くなります。まあ新幹線は高いですからね。ということで今回は安く移動しようということで、ここから長野から軽井沢まで在来線のみで移動して行きたいと思います。ホームに降りてくると列車がすでに停車しておりました。乗るのは左側のしなの鉄道115系電車です。右側に止まっている列車はしなの鉄道の新型車両の SR1 系です。まああちらは上越妙高方面へ向かう北しなの線の列車ですね。まあ個人的には新型車両に乗りたかったんですが、普通小諸行き。在来線で軽井沢まで移動するとき、長野から軽井沢まで乗り換えなしで行ける列車もありますが、まあこの時間帯はそういう列車はなく、これも小諸までまずは向かいます。時刻表を調べると時間帯によっては軽井沢まで2回以上乗り換えないといけない時もあるようですよ。長野を発車です。で、乗車している115系は2両編成ということもあり、車内は混雑しておりました。まあ混雑率を例えれば土休日の日中の山手線の車内と同じくらいですかね。お待たせいたしました。この電車は信濃鉄道線普通列車小諸行きワンマン列車です。青森川中島今井の順に各駅に停まってまいります。携帯電話のご使用は他のお客様のご迷惑となりますので、マナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。で、乗車している列車は信濃鉄道直通の小諸行きです。途中の信濃井までは JR 信濃井線を走行します。この電車はワンマン運転ですから、後ろの乗務員室には誰もおりません。で、ここで信濃鉄道について軽く説明すると、信濃鉄道は長野新幹線開業により、長野新幹線の並行在来線である信越本線を第三セクターに転換したもので、日本で最初の並行在来線を引き継いだ会社です。実際車窓右手に見える高架線は北陸新幹線の高架線です。しばらくの間列車の走る線路は北陸新幹線の高架と並走しているため、まあこの後この動画を見ていくとわかるかと思います。そして北陸新幹線延伸開業後は、長野から先の信越本線も並行在来線として信濃鉄道に加わり、北信濃線となり、現在は信濃鉄道は軽井沢から信濃井までと長野から上越妙高までを運営しております。まあちなみに信濃井から長野までは JR 長信濃井線となっております。で、なんで信濃鉄道は軽井沢から信濃井までで長野まで信濃鉄道ではないのかという疑問が湧くと思われますが、これは信濃井から長野間で名古屋から長野まで走っている特急信濃号が直通し走行するため、まあいろんな大人の事情で信濃井から長野は並行在来線ではあるものの JR 線になっているわけなんですね。そして列車は JR 線との境界駅かつ JR 信濃井線との分岐駅の信濃井を発車です。信濃井から先は信濃鉄道へと入って行きます。そして八代駅に到着です。ここ八代駅はかつて長電の八代線の終点のあった駅で、今でもホームや信号機、線路など長電八代線の跡が残されております。
で、どこかの駅からか後ろの乗務員室に乗務員さんが乗ってきまして、カーテンを閉められてしまいました。さあ列車は上田を発車です。上田までは混雑していた車内も上田を出る頃には空いており、ボックスシートを確保できました。で、なんと上田で長野駅を先に発車していった快速ろくもんを追い越しました。まあ快速ろくもんは快速といっても、車内でご飯を食べたり景色を眺めたりすることを目的とする、まあ、観光列車ですから速達性はありません。そして上田を出てしばらくすると、今までぴったりと並走していた北陸新幹線と離れます。この先終点の軽井沢の手前まで北陸新幹線とはしばしのお別れです。そして重野駅を発車です。信濃鉄道は今は2両や3両編成の走る第3セクターですが、ホームなどは東京から新潟までを結んでいた信越本線からのものを引き継いでおりますので、駅のホームの長さはとても長いです。そして長野を出ること1時間ほどで列車の終点の小諸に到着です。小諸といえば山梨の小淵沢までを結ぶ JR 小海線の始発駅ですよね。さらに小諸といえば、キリスト教による近代教育を実践した小諸技術の講師であった島崎藤村ゆかりの地でもあります。ここ小諸からは軽井沢駅に接続されるのですが、列車の入線まで時間があるので、長野から乗ってきた115系の車内探検でもしたいと思います。この115系は長野新幹線開業時に JR 東日本から譲渡されたものです。ボックスシートをメインとした座席配列となっております。さあ列車がやってまいりました。こちらも115系でした。まあ本当に新型車両に乗りたかった。それでは乗車して行きましょう。長野から小諸まで乗ったのは2両編成ですが、小諸から乗るのは3両編成でした。普通は編成数は逆じゃないかと思いますがね。で、小諸から軽井沢は利用客がそれほど多くないのか、発車ギリギリでもボックスシートを確保することができました。さあ小諸を発車です。お待たせいたしました。信濃鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は普通列車軽井沢行き。列車は信濃追分駅に到着するところなんですが、先ほども言ったように信濃鉄道は元信越本線ですから、長い編成でも止まれるように駅のホームはとても長くなっております。まあもちろん今は列車の両数が短いですから、その分利用できる部分は短縮されていますが、まあ信越本線時代のホームの跡は残っているので、その長さをご覧ください。そして軽井沢手前で再び北陸新幹線と合流します。で、撮っている時に新幹線とすれ違ったらいいなと思い、 JR 東日本アプリで列車走行位置を調べているちょうどその時、新幹線が通過していってしまいました。長野を出ること1時間40分で軽井沢に到着です。軽井沢駅構内にはかつて信越本線の横川軽井沢間で列車牽引をしていたアプト式電気機関車 EC40 型などが展示されております。
ということで改めて軽井沢駅に到着しました。長野から軽井沢まで在来線で1時間40分で移動してまいりました。新幹線では同区間を30分程度で走破しますが、運賃は在来線の方が1600円ほど安いです。まあ時間を取るかお金を取るかですよね。ということで長野から軽井沢まで在来線で移動するとこうなりました。でもまあこの区間の在来線移動は景色を楽しむこともできてとても楽しかったです。ということで本日も見てくださってありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして次回の動画でまたお会いしましょう。